おはよう。今日は福島県と山形県県境、山形県川かな、国道13号、国道13号はね、ここはこんな感じのところから。今日は自分のトラックが今、相棒が今入院中だから、今日はちょっと会社の残ってるトラック UD で走ってるんで、今日はちょっとめったにないんで UD の室内紹介をしたいと思うね。まずハンドル、ハンドルなんか少しなんか椅子乗ってるとなんか遊びがあって、ちょっとなんかふにゃ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 してる感じがするんでね。一回りそれ小さいのかな、ハンドルが。これメーター周りがこんな感じ。50万弱だね、この車は。ミラーもデッキが入ってんでね。これ上がそれで、ここが荷物がなんか入るようになってんだけど、これ前の会社の時にやっぱ UD をしたんだけど、これ結構こっから落っこってくるんだよね。これ良くないところだね、 UD の今の。新しい方は分かんないけど、これはよく荷物落っこってきたな。でこれブレーキとシフトレバーとこれネオン光、使えるかどうか分かんないけど、こんな感じだね。こんな感じで、よし、機体はこんな感じ、あんま広くないんだよね。なんか、この辺がなんかちょっと狭いよね、やっぱり。パッと見ても、椅子と比べても狭いかなって感じはするな。これが、メイン、ルーム、ドア。ドア作るのか。シートはこれ、ここの、腰の調節なんだけど、これは、なんか、シートの調節は椅子よりちょっとなんか細かくできるけども、ちょっと運転してて腰が痛いかな。慣れないせいもあるのかもしれないけど、あとボタン類が全然わからない。夜昨日出発したからほんとボタン類がわかんなかったよね。椅子でこのカーテンの、このカーテンの滑りが椅子すげー悪いんだ。すぐに引っかかっちゃうんだけど、 UD はこのカーテンの滑りがとてもよろしいですな。あとは特に、ね、これバックモニターとこんな感じかね。まあそんな感じで UD の室内から車内からお届けしたぜ。27年、2015年の3月9日月曜日、今日も気合い入れていきたいと思うので、安全運転でよろしく。ピース。イエー。